こんにちは、速稼塾の久保です。今回はコロナ融資の話ですか。奈美さん、字幕使ってますね。ということで、コロナ融資、実はね、一番最初に手を出すべきなのがコロナ融資だったんですよ。この融資を受けて、例えばね、1000万とか借りれるわけですよ。500万とかね、ポンポーンと。今まで融資の実績のない方、それから借金のある方、全然関係なく借りれます。コロナによって創業にダメージを受けたという話をね、窓口でして書類を書けば、もうこれね、みんな通るわけですよ。まあ融資ですけども、皆さんの手元に届くんですよ。例えばですよ、200万円融資を受けたとしますよね。で、その後で持続化給付金200万円が支給されたとしますよね。こういうふうに、借金をねするわけなんですけども、返済もできてしまうんですよ。で、もっと言えばね、融資を受けて使わなかったら別に返せばいいわけなんですよ。で、私がこのね、コロナ融資で一番いいなと思ったのは、無利子無担保なんですよ。無利子無担保って多分ね、未来永劫もう二度とできることはありません。で、返済が数年先から開始ということはどういうことかっていうと、年間 2% のインフレ率があるとしたらですね、3年後から支払い始めたら、もうざっくりとですけども、1割の利益が出るってことなんですよ。この辺の利息感覚がもしあればですね、これ借りない手はないんですよ。で、借りるにしたら最大限行くべきなんですよ。最大限ね。もうあらゆるところにです。それこそね、3000万、4000万借りても全く怖くないんですよ。こういうふうにちょっと想像してもらいたいんですよ。昭和20年、1円の価値ってどのくらいあったと思います？その時に100万円借りたとします。100年返済にしたとします。100年というと、まだあと30年余裕があるわけですよね。今から計算しても。そうするとですね、100万円を昭和20年に借りたと仮定してですね、100万円を。今100万円返すの大変ですかね？なんか結構できそうじゃないです。そのぐらい後払いっていうのは金利の分だけ儲かるんですよ。だから来月から返せって言われたらちょっと利息はね、ダメージきついですよ。でも3年後から返せばいいよ、5年後から返せばいいよ、しかも利息つかないよってことは、だいたい1割儲かってるってことなんですよ。これがピピーンと来るか来ないかってことがかなり大きいわけなんですよね。はい、それでね、書類の方、奈美さんがいろいろとご案内してくださいましたけども、非常に簡単です。で、逆に言うとね、この書類が揃わないってことは、今まで会計をデタラメしてたってことなんですよ。通常の個人事業主、通常の中小企業法人の帳票、財務諸表ができていれば、全く問題なく1回の面談、1回の審査でスパッと通りますからね。通らないってことは、ちょっとすねに傷あるってことなんじゃないですかね。というようなね、ちょっと意地悪な最後締めになりましたけども、いや、そうやってね、自分が真っ当にできてるのかどうか、税金がちゃんと支払われているのかどうか、確定申告ちゃんとしているのかどうか、開業届ちゃんと出しているのかどうか、すごく大事なことなんですよ。で、これをもとに事業っていうのが始まりますからね。逆に言うと、今申し上げたこの3点がなくて事業をやってるっていうのは、ちょっと潜りっぽいのかなと、非合法っぽいのかなと、どうなんですかねみたいなことがありますね。まあ私もそういうね、よくわけのわかんないところから事業っていうのを始めたんでね、なんとも言えないんですけども、だからこそ数年経って今はね、まっとうにやってるかなというところでございます。で、案外ね、法人経営とか個人事業主っていうのは経費がかかるんですよ。でも法人にしても年間30万とか40万の経費が負担になるような事業っていうのはもう事業ではないなと思うんですよね。だって年間で30万が払えないような利益体質の会社って何なんですかねっていうふうに思っちゃうんですよ。いや、本当に厳しい言い方ですけどもね。ということでね、いずれにしてもしっかり儲けていきましょう。月収ね、わかんないですよ。50万や100万を目指す人が年間30万、40万の支払いを気にしててどうするんですかってことですけども、まあ、スタートは無理なきようにされた方がいいかなと思います。今日の動画、話をまとめるとすると、コロナ融資は借りておけでございます。それでは。